今回は小泉のエアーマスクが届きました。早速中を見てみましょう。まず説明書が出てきます。次に本体ですが、なかなか出てこないので USB ケーブルを先に出します。これが本体とコントローラーです。そして AC アダプターです。最後にステレオイヤホンです。本体に付属のコードを取り付けてみましょう。まずこちらに AC アダプターを取り付けます。次にステレオイヤホンを袋から取り出してこちらに取り付けます。それでは取扱説明書の中身を見てみましょう。とても詳しく日本語で書かれているようです。最後に USB ケーブルを取り付けてみます。 USB ケーブルはパソコンとつなぎ MP3 ファイルを本体に転送するためについています。 USB ケーブルは本体の電池ケースの蓋を開けた中にジャックが用意されています。ご視聴ありがとうございました。